はいどうも、リーダーラー06メントスコーダーです。えー、今回はね、えー、僕いつも12球団のドラフト分析の動画のシリーズをやらせていただいてい,ただいてるんですけども、えー、今日は、えー、楽天、楽天、阪神に続きまして、ロッテ編ということでね、ロッテ編、ロッテの選手を紹介していきたいなと思います。では、早速選手の方を紹介していきたいなと思います。えー、まず最初にね、ドラフト1位で、 楽天さんと、まあ、阪神との3球団、共愛で獲得した藤原選手ですね。まあ、この選手、非常に有名な選手でして、まあ、僕からはあんまり言うことないんじゃないかなと思うぐらい有名な超高級の、ね、選手なんですけども。 まあ、一応、紹介しさせていただこうかなと思います。まあ、まず、年齢18歳、ポジション外野手、左なり左打ち、大阪桐蔭高校所属の選手ですえ。まあね、この選手ね、まず、顔から言わせてもらうんですけども、まあ、母がね、元モデルということもありましてね、もう顔もね、非常にイケメンな選手なんですよね。ほんま、非常に羨ましいと思ってます、本当足足ももね陸上部に、ね、50で、ね、買った経験もあるぐらい足が速くて、ねまあ、50 5秒んと。 まあ、通算ホームランも32本。まあ、将来トリプルスリーゴーが狙える逸材だと僕も思ってますね。本当まあ、将来は、ねまあ、ソートバンクの、ね、柳田選手や、まあ、西武の、ね、秋山選手みたいな感じになってくれるんじゃないかと思ってますね。ほんま、スイングも、ね、非常に力がある選手でしてね。で懸念点としてね、まあ、怪我となん怪我ですね。まず怪我。まあ、この選手2年生の時に、ねまあ、怪我してしまいまして、まあ 怪我しててまあまあ、プロなんでね、まあ怪我、野球は、怪我が好きもなのでね、まあ、それを全選手に言えるんですけどもね、まあ、懸念点としてね、まあ、ケガ多い位を一応上げさせてもらいました。うーん、甲子園の成績はね、3割1分9厘、全体の成績ですね、3割1分9厘、ホームラン5本、打点3ですね、3年生だけだとね、4割1分6厘、ね、打率があるんですよね。 あとね、懸念点の出塁率って書いたんですけどね、まあ、これ高校生なんでね、まあ、フォアボールをあんまり選ばないというのは、まあ、うん、まあ、まあま、記念点の人は言えないと思うんですけど、まあ、一応書かせてもらいました。あんまり、あの、フォアボールがあんまり選んでなかったので、まあ、その分ね、まあ、打率がいいんで、まあ、ここは OK でしょう。で、藤原選手ね、ほんまにロッテ入って非常に楽しみですね、ほんまに。 平沢選手でね、安田選手、藤原選手の3人がね、並ぶっていう打線はね、ほんまにすごい機会できてね、もうワクワク感が半端ないですよね。まあ将来は1番藤原選手、2番平沢選手、3番安田選手みたいなね、1、2、3番ができたら5連後ぐらいはすっごいワクワクな打線になるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。えー、続きましてね、ドラフト2位の東雄介選手ですね。まあ去年入った DNA の東選手と同じ名前なんですけど、まあ漢字がちゃうと。 いうことで東雄介選手です。えー、22歳、えー、投手、右投げ右打ち、日本体育大学所属の選手です。まあ、日本体育大学といえばね、セ、えーまえー、西武にドラフト1位で指名された松本選手の、ねまあ、印象が大きいんですけども、こちらもまあ即戦力のね、中杉投手,中杉投手ですね、本当、えー。特徴としては大きく曲がるスライダーと、ね、力強いストレートがまあ魅力の選手ですね。ほんま ストレートはマックス155キロまで出てね、スライダーがすごく曲がるんですよ、この選手。僕、ツイッターで見させてもらったんですよ、この選手のスリー、スライダーが曲がる動画。もうすんごいぐるんぐるん回ってましたね、ほんま。3年生の秋にが先発で、ノーヒットノーランもね、しましたし、まあ、マウンドで気持ちが出るタイプですね。まあ、ロッテはね、まあ、大谷選手や内選手が怪しくてね、まあ、南選手はちょっと病気っていうことも、 ありますしね、まあ即戦力の中すぎで、かなり1年目が期待できる選手ではないんじゃないでしょうか。あと、懸念点としてなんですけど、まあ低身長、1 7 0ンチしか身長がないんでね、まあこれ去年東選手、DNA 入った東選手も言われてたんですけども、まああんなに活躍したし、まあそこまで懸念点ではないかなと思ったんですけども、まあ低身長をまあ一応判定ということもあるのでね、まあ懸念点に身長、低身長とか書かせてもらいました。えー、あと、ムラがあるピッチャーだと僕は思っていて、 ストレートでゴギギョタイプのピッチャーなのでね、まあ、そのストレートが悪い日はどうするのかっていうのがちょっとあると思うんで、あとスライダーは曲がるんですけど、それが昔の阪神による桑原選手みたいに、ね、早く曲がりすぎたら、ボールで見極められるかもしれないですしね、まあ、そこは難しいと思いますね、本当と。まあ、ほんまに非常に期待できるいうね、即戦力なかずピッチャーだと僕は思います。はい、次。 えー、ドラフトサイン選手、小島選手じゃなくて小島選手ですね。はい。小島、えー、和也選手です。まあ、年齢は22歳、えー、投手左り左打ち、早稲田大学所属の選手です。この選手ね、まあ、昔の浦和学院時代のね、まあ、試合、まあソ、ソフトバンクの上林選手がいたね、まあ、仙台育英と戦った試合ですね、まあ、延長で10対10までいった。その試合で覚えてる人も多いんじゃないでしょうか、ほんま、この選手。えー。 特徴としては、キレイと請求が抜群にいいピッチャーですね。本当打たせて取る,取るタイプのピッチャー。ピッチャーですね、ストレートはね、マックス147キロ。他球スとしてね、スライダーやチェンジアップを投げるピッチャーですね。本当。ドラフト前にね、前の3試合でね、3試合連続完封をしてね、評価をね、一気に上げたピッチャーですね。本当。まあ将来ではえばね、まあ、前世紀のロッテにいたね、成瀬選手みたいなピッチャーに、ね、なれるスペックは十分にあるんじゃないかなと思ってます。 経験点としてはね、対右は、まあなんか見たか、動画を見た感じなんですけど、僕、成績まで、ね、見てないんで、対右。なんか、対右はちょっと打たれそうだなという印象があるんですけども、まあそこはどうなのかっていうのはね、コメント欄で教えてもらいたいですね。あと、即戦力っていうこと言われてるんですけども、僕はまあ即戦力じゃなくて、まあ1年経ってからまあ先発で活躍するタイプかなと思ってるんですけども、皆さんどう思ってるでしょうかと。 はい、次、えー、ドラフト4位の山口浩輝選手ですね。えー、この選手、18歳、外野手右投げ右打ち、えー、ここ所属の選手です。この選手ね、もともとピッチャーだったんですけどもね、えー、ピッチャーだったんですけども、まあ、肩右肩の故障があってね、まあ、外野手として指名された選手ですね。 まあ特徴としては高校生バレないでしたね。パワーがね、本当に非常に一人が伸びるバッターですしね。これ非常に大柄な選手なんですけどね。今足も速いと。速いんですけど、まあ、懸念点としては怪我ですよね。怪我。怪我とポジションということがあるかなと思います。この選手、まあ、肩がちょっとね、もう右肩が浮上しているということもありますしね。ポジションもね、まあ、レフトとね、 ファーストっていうポジションしかないと思いますしね。まあ、DH がまあバリーグだからあるんですけども、まあ、守備に不安があるバッター、選手なのかなっていうのは思います。本当、ロマン枠ですね。まあ理的が非常に、ね、期待できる、これから楽しみな選手の一人だと僕は思います。次に、ね、ドラフト5位の中村選手ですね。22歳、投手左、左、左打ち、アジア大学所属の選手です。 この特徴としては、ね、技巧派投手でしてね、安定感が非常にあるピッチャーですね、まあ、即戦力の先発投手だと僕は思ってます。アジア大学といえばね、まあ、山崎選手や東浜選手がいるんですけども、まあ、この選手もスピリット、まあ、アジア大学特有のツーシームを、まあ、あの武器としているピッチャーです,ピッチャーですね、まあ、ストレートでも三振が奪えるピッチャーですしね、まあ、マックス145キロ、まあ、左で145キロ出たら十分だと僕は思いますね。 ね、2年のハールリーグではね、実績点ゼロだったこともありますしね、まあ、1年間でゼロっていうのは本当に,非常にすごいことだと思いますし、まあ、中継ぎだと即戦力で使えるピッチャーなんじゃないかなと思います。あ、すいません、間違えました。このあれですね、この中村選手の方が、小島選手じゃなくて、中村選手はまあ将来、まあ、全盛期のね、ロッテの成瀬選手みたいな感じになるのかなと僕は思います。すいません、失礼いたしました。 僕は中村選手、本当に非常に、えー、特に期待している選手の一人ですね。はい。えー、次、ドラフト6位、古ヤ選手ですね。まあ、この選手、18歳投手、右なり右打ち、習志野高校所属の選手です。まあ、特徴としては、多彩な変化球。多彩な変化球というのは、カーブ、スライダー、カットボール、スピリットを、えー、武器としているピッチャーです。えー、っと、ロッテの千葉出身の選手ですしね。まあ、地元枠の選手ということでね。まあ、マックスも146キロストレート出ますしね。 この選手、言ってることがかっこよくてね、球が速くても勝てなければ意味がない。目指しているのは球が速い投手ではなく、勝てる投手という,いうことを言っているんですよね。まあ、なんかこう言っている感じではね、まあ、技巧派投手になってくれるのかなと僕は思っています。腕のひり振りがいいですしね、まあ、伸びしろはまあ十分にあるピッチャーですしね、まあ、これから楽しみなピッチャーだと思います。まあ、これ5、6年ゆっくりと育成してね、まあ、5、6年後、まあ、1軍で見れることを期待しております。はい。 えー、次、ドラフト7位の、ね、松田真選手です、えー。年齢24歳、内野手、右打ち、本田種族の社会人の、えー、選手です、まあ。特徴としては大型内野手ですね。本当188センチ、95キロのね、まあ、アメリカで生まれた選手ですね。生まれたところは。まあ、大学の時に、ね、2年連続ベストナインも取っている選手ですしね。まあ、走行士3拍子揃っている選手ですね。 大型な選手なんですけど、50メートルも6秒1で走れますしね、まあ、逆方向に打つことができる器用なバッティングもね、まあ、ロマンがあるバッターだと僕は思いますね。まあ、プロではね、まあ、サードか、まあ、ショートはちょっと厳しいんじゃないかなというのはあります。まあ、懸念点としてはね確実性がなくてプレーが硬いというちょっと印象がありますね。ちょっとまあ、プレイが雑といいますかね、まあまあでもそ、三振も少し多いですしね。まあ でも、それでしてもね、まあ、将来性があるバッターで,で、将来はいえー、井上選手と、ロッテの井上選手と一緒にね、中軸になるバッターになってくれたらいいんじゃないかなと僕は思っています。えー、次、ドラフト8位のね、土井です。土井、この後ろの文字は、ひでとって読むんです。後ろの文字失礼ですね。ごめんなさい。土井ひでと選手とですね。まあ、18歳、投、え、手、ー、えー、右手に右打ち、松山星稜高校所属の選手です。 まあ特徴としてはね、球持ちがいいピッチャーでしてね、まあ、出したから本来のスピードより速く感じることが多いんじゃないかなと思ってます。まあ、非常に高身長はない。身長 191cm のピッチャーですね。たまに非常に角度がある、ね、ピッチャーですしね、マックスも 148kg も出ま,ます。チ、え、ェー懸念点としてはね、まあ、コントロールが良くないノーコンということでね、まだ体感ができてないんですよね。 まあ、成長通からのね、トレーニング、成長通によりトレーニングはあまりできなかったってことがあるんですけどね、まあ、まあ、育成がちょっと難しい選手ではあるんですけどね、まあ、育成成功したらすごい、本当にすごい選手になるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、語彙力あんまりないんですけど、すいません。はい。はい、最後、えー、育成ドラフト1位のね、鎌田瑞希選手ですね、えー。年齢23歳、ポジション投手、右投げ右打ち、えー、徳島インディゴソックス。 えー、所属の選手です、えー、マックスが155キロ出てね、まあ、大学の時まで149キロがマックスだったんですけど、6月リーグに入ってから一気に休息が上がったピッチャーですね。まあ、本格派のピッチャーだと思います。えー、っとね、ラックルカーブを投げることができますしね、まあ、他にもスライダーとフォーク、まあ、このストレートがね、癖玉でしてカット気味の直球なんですよね。まあ、この選手、本当に面白いピッチャーだと僕は思います。 主に先発を独立企画でやってるんですけども、まずはプロはまずはまあ中継ぎからやるんじゃないかなというのは僕は印象で思っています。まあ、以上このぐらい話させていただきました。非、えー、常に疑惑発言はね、まあ、スライドの5時や異常に多いと思うんですけども、 まあ、ここは本当に申し訳ありません。まあ、そういう語字やね、まあ、ここは違うよという発言がありましたら、えー、コメント欄で教えてもらえれば幸いでございます。あそれに、えー、それでね、えー、あと、チャンネル登録してくれた皆様、本当にありがとうございます。えー、それでは、ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、失礼いたします。